はい、おはようございます。サントリーに来て2日目の朝ですが、なんとか今天気は持ってくれてるんですけど、起きた時は結構晴れてくれてたんですけども、朝食食べて用意してなんだかんだしてたら、なんとなく雲行き怪しくなってきてるんですけど、どうだろうな、持ってくれるかな。こんな感じで、ちょっと怪しいですな。ちなみにこの僕の部屋のバルコニーはこんな風になってましたね。こんな、ちょっと雨雲出てきちゃってんな。これがちょっと朝のうちの天気はあっちの方に晴れ間が移動しちゃった感じかな。プールはこんな感じになってましたね。いくつか隣にも部屋がこっちにもあるのかな。微妙だな。雲が全部流れてくれればいいんですけど、ちょっとでもね、様子を見ながら出発するかしないか考えたいと思います。ただいま11時28分。はい、ホテルの外観だけでも今撮ろうと思って出てきたらね、外観こんな感じでした。ソラリス、ホテルソラリスです。はい、ちょっと雨降ってきちゃった。ソラリスアパートメンツって書いてあるな。いやー、参ったなっていうか、もともと昨日雨降ってたんでね、しょうがないんですけど、ちょっとしばらく雨雲ですな。これはちょっと通り過ぎるのを待つしかないかな。猫ちゃんです。朝食の時に窓際にで寝てた猫。ジブリみたいですね。何しに来たんやろ。おい猫、まん丸やな。結構ね、やっぱり早朝の方は晴れ間覗いてたんで、早起きしてればもしかしたら数時間は撮影できたかもしれないですけどね。ちょっとぐうたらで随分遅起きしてしまいましたんで、こんな感じになっちゃいましたね。もし雨雲が通り過ぎて雨が上がることがあれば、その一瞬の隙をついて何枚かだけでも撮れればいいなと思ってますが、最悪撮れなかったらもうしょうがないですね。今日は諦めます。そんな隅に移動して、雨宿りかな。しかしおとなしいね、君は。顔が全然見えないやないかい。もこもこで目も全然見えないな。寒いね。少し晴れ間が出てきたかもしれないな。あっちの方はもう晴れてますね。サントリーニの白い建物はやっぱり晴れの方が似合いますね。綺麗。結構天気は気まぐれなのかもしれないな。予報が当たってるような、当たってないような微妙な感じ。この辺もずっとホテルとかビラが立ってますね。一応天気予報では2時間ぐらいは晴れ間が除いて雨が上がるんじゃないかってことなんで、その2時間にかけます。サントリーニ島といえばですね、このモーターバイクが有名なんですけど、バギー、僕はちょっとそれよりも撮影したいんでね。これな、写真撮影できるといいんだけどな。最悪動画だけでも一瞬のカットでいいから拾いたいですね。ここら辺はね、シティセンターみたいです。マックが一応あるんだ。これはびっくりだな。でも相変わらずやっぱ宿もあるし、薬局とかね、お店がありますね。結構いろんなお店あるんだな。すげえ、海に出てきました。綺麗。うわ、すげえな、これ。これはすごい。あ、馬か、いっぱい凝ってんな。わあ、すげえな、これ。わあ、いや、でも今晴れてくれてるの本当にありがたいですね、これ。すぐね、でも雲がまた迫ってくると思うんで、早く。うわー、これやっぱ夏はさらに最高でしょうな。冬に来る僕みたいなやつはあんまりないと思うんですけども、冬の方がね、人も少なくて冬ならではの写真が撮れるかななんて思って期待して来てみたんですが、すげえ、写真はちょっとどうしようかな。もうちょっと進んでみようかな。これでも宿なのか、カフェとか書いてあるけど、すげえ綺麗だな。全部白い、白とかあと茶色とか。でもまあ最低限この絵が残せたんで、最低限はもうクリアでしょう。マジか、マジか、すげえな、すげえわ。お利口だ。すごいよ、この光景。結構登ってきましたけどね。建物も素晴らしいけど、やっぱり海がすごいね。やっぱり自然が一番美しいですね。かわいい、これ。ザ・サントリーニっていう感じの青い丸い屋根の教会です。これずっとでも行くと、これ今ちょっとしたね、展望台みたいなところなんですけど、もうちょっと歩けるかな。反対側はでも結構距離あるはずなんですけど、海は一応見えますね。